ちません、リベンジしません。今日は申し訳ない皆様、あれはちょっとねまだ心が言えてないんですよ。で暴挙制でもやられてすっごい心が痛いの、まあ、とりあえず先にあのゴーゴーブスの10万円を取り返すために今日僕が選んだ機種はユニコーンです。へそ3個返し、そして突入率が 60%、 なおかつ爆発力もあるあの暴れ馬をちょっと飼いならしにねちょっと行こうかなと思っております。まあね、今のパチンコってね甘いがゆえに投資がかさむじゃないですか。まあ今のマイナスを程よい投資で止めてバコンといける理由もございますね、ユニコーンを選んだ理由で。さあ僕ガンツ打ったじゃないですか、144分の1引きまくったじゃないですか。ってことは今日フロンタルさんの顔を見ずに実践できるかもしれないんですよ。それでは皆様の期待と僕の大まくりをかけた実践開始まで皆殺し。まずスペック紹介していきます。大当たり確率 319.7 分の1、ラッシュ突入率が 60%、 そのうちの 20% が皆様大好き3000発ボーナスとなっております。残りの 40% は通常で400玉といううんちみたいなデータをもらって、はい通常からやり直してという無慈悲な通常です。もちろん時短もございません。そして右打ちラッシュいけば全て10ラウンドのオール1500発です。右打ち時の大当たり確率は 41.1% で153.7 分の1が転落となっております。皆様大嫌いフロンタルが出てきたら転落ですが、その 153.7 分の1を引かなければ終わらないという夢のような台となっております。それを今の若い子たちがあえてカスタムなしをするかって言ったら俺しないと思うんですよ。って言ったらなんか来たね、夕方背景だったね。赤くなってテヨバナージーちゃん、はい青堀来ましたね。この台がもし新台であればカスタムを入れてこの台の情報を今 YouTube で見れるわけじゃないですか。で正直スマホキッズにも言いましたけど、スマホを見てて楽しいかって、だって僕らの時はスマホもなかったしね。僕らが20代の時にスマホがあって YouTube があってカスタムがあったらそうなってると思う。これはただ僕はぁ、くそ熱だったっすけど、これだけで 70.9% あります。ほぼ 71% ですね。ビビったー、赤保留になってくれへん、金とかさ、うわ薬門が弱え、緑か、あー紫になったか、うお金来ました。これは当たったよね、さすがに245回転当たりましたね。トモ背景もございますから、はいはいはい、これはまあブルーリます、これはブルールンです、これはブルーリます。パーピーパーピーで覚醒で 76% ですね、ありがとうございます。いきます、いやーかっこいい覚醒、あ違う、僕ね激アツっていうちょっとね期待したけどダメでしたね、失礼しました。覚醒も来てくれんかった、決戦書き換えある、ないでした、はい失礼しました。にわかでしたね、フルフロンタルさんが来ました。タイトル赤、もう俺これだけでいけるんじゃないと思っちゃう。テロッポどうぞ、テロッポどうぞ、もしゃ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 したけどテロッポ変わらない、失礼しました、来ないですね。でも当たってますよ、ダーン、ありがとうございます。246回転投資の方は21,500円、大当たりでございます、ありがとうございます。決戦覚醒激アツ、イライラ当たったら一緒やねんから、どうもありがとう、ありがとうありがとう、大いにありがとう。あとは確変をつかみ取るだけ、 60% やからね、空行くよね、大丈夫大丈夫、なんも心配ない。
1万1500円早いな。あ、全然大丈夫ですよ。2の方が僕は、うん、3000くるやろ。てか2って単発効果だったんだっけ。うわ、3000発ですわ。ありがとうございます。引きが弱いんで 20%80% ループだな。速攻チップス、ありがとう。あ、久しぶり、これ気持ちいい。やっべえ、ベロ出しちゃった、ごめんね。汚い口見せてごめんなさい、申し訳ございません。僕ね、嬉しい時ベロ出る癖あるの。力入った時とかね、よくサッカーの時にシュートする時にうーんってやってたんですけど、お前それ舌噛み切って死ぬからやめえって監督に怒られたことがあります。それでは行ってまいります。ありがとう。左も止まってるか、あとは残歩があります。 41.1 分の1を4回転で引いてたらまた戻ってこれるから、おもろだはい、や、いや、まあいいんやけど。で、ここで、まあ、とりあえず1回当たったのでカスタマイズをレバブルアップのみ、先読みなし、これでいきたいと思います。これさ、でもさ、レバブル入れてるってことは保留変化の地点でうわってなるよねあーって脳活の方が面白いかも俺。いや、今のところね、今のところよ。変にね、マッチがあるやん。3、はぁ、いやー、さすがにないでしょ。ちょ、忙しいわ、メモ嘘つけよ。いや、これで赤い彗星モニターに来たら 85% やで。ないやろ、嘘やろ。え、じゃあ赤い彗星ってくんの、モニターで。マジ85、うわ、ベラバンブル来た、当たったわモニターは継続でしたが、レバブル入れてるので当たりました。で、キーシャッター当たりですねレバブルのみでもおもろいなどうする、覚醒来るか、お兄ちゃん。そらせやわな、引き弱いからわしはこっちやわな。ありがとう、激熱、うん、激熱ありがとうございました。まあ、そう、当たってるからね。綺麗な虹色見せてんか、通常でしたね。当たりました、ありがとう、ほんまにありがとう、ごちそうさまでございます、ありがとうございます。こんなもんで喜んでれないんですよね、僕からしたら。赤とかない、あのね、僕は3002連続とか望んでない、ラッシュが欲しいだけ。どう思う、みんな。俺やらかしてそう、さすがに2回連続はないと思う、引き弱いから。いつもならね、でも今日は違う、2回連続取りに行くよ、ありがとう。やっぱりそうやな、まあ、これが普通ですよ、はい、バナ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 、頭かしら、目が寄っていく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 、倒れちゃう、倒れちゃう、どうなん、目寄ってるか見えへん、あかんか、なんやこの台、もういや、うわー、こういうことですわ目寄せといてよかった、目寄せたら当たりましたわ目寄せたら当たりも寄ってきた、ありがとうございます。いや、でも 153.7 分の1なんかそうそう引かんから、まず急回転で引いてるのがおかしいからね。だって前回の無限の時も合わすと40回転ぐらいこれ落ちてきてさ、バイブせえへんねんけど、入ってるよな。お前ちょっと待てよ、これさあ、キラキラや、いけるか、あ、バイブなしでも当たるんか、じゃあマリーダチン、キラキラありマリーダチンは当たりやろ、バイブなくても。右のバイブにしてる時の占有率がどんなもんか、おじさん分かっておりまへん。大丈夫か、やる気ある、ちょ、ほんまこれは頼むで、落ちろよー、ほぼ断売、まあ大丈夫ですね、はい、ごちそうさまです。よっしゃー、え、嘘やろ、いや、さすがにないか、
さすがにないよ。え、マジ？やっぱバイブなかったらダメなの、この台は。てかバイブなかったらダメとか。え、マジで落ちたこれ。いけるよな、ビビった。あのすいません、演出の法則とかあったらごめんなさい、それは分かってない。でもさ、あんだけいって、え、あるやんな、バイブないで、あんな引っ張んなよ。じゃあ怖いよ。あと1回、まあ150ハマって落ちるんやったらもうしゃあないかなって思うけど、そっと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 っ、バイブの目面白いわ、おもろ。おじいちゃん、人間だけは神も持つ、動物には神様はおらんってこと、ひどいことを言うな君たちは。はい、バナージャクセプツ37歳です、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。えやえや、なんでやろうな、ここはね。ここはね、やっぱストーリーとかもあるし面白いんですよ。覚醒ハイパーは俺本当に面白いとは思わない。あ、だって握ったシードじゃないですか。モードでね、こっちがあった方がいいんですよ、パチンコは。これから出るパチンコのやっぱこのシードもそうですけど、ストライクラッシュ前半のこの演出は見たい、やっぱりバトルを見たいよ、やっぱり。え、バトル演出を見たい。もう高速召喚、はい、バーン、図からドン、はい、せっかくバーン、はい、どうぞ、はい、3000バーン、いらん、そんなん、いらん。みんなそうやんな、わかります、僕言ってること。そう、俺これ言ってること、お前何言ってんねんっていうのは20代の人しか受け付けないっす。20代の人の文句しか受け付けないっす。20代の人は仕方ない。俺ほんまこれだけでイライラするわ、せっかく当たってんのに。いや違う、もうね、点滅ってバイブから無理と思うな。俺いつも先読みしてるから。え、ちょっと待って、バイブなしで当たるやん、めっちゃおもろいやんこれ。バイブモードにしてるのに全然なしで当たるやん、おもろ、めっちゃおもろいやん。俺待て、これザンホおるやんけ、直撃やん、しかもやっぱ直撃で319引いてました、ザンホで。恐ろしいなこの台。いやー、それやったら左で引いてくれよって思う贅沢な自分がおる。可愛いよねこういう自分って。でもバイブ待ちでもないから、普通に熱い演出が来たらおって熱くなっていいと思う。うおほほほほほって言ったらバイブ来ました、ありがとうございます、感謝いたします、本当にありがとうございます。41.1 分の1、もうちょっと早いこうぜ、もう60回転回してるで。あかん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 、頼む、 41.1 分の1引けるやん。あ、やば、もう 153.7 来るな。あ、来てませんでした、失礼しました。いいね、ドキドキできるよねパチンコ。あ、さっき読めたら、あ、こいつ来たい、大来たい。あ、え、これね、先読みにしてたらこいつ全然怖くないんですよ。でもこれザンホで当たってる可能性なくない？1回転で。え、それおもろいな、点滅で外れ、先読み入れてたら全然怖くないんですけど、どうやと思う？で、しかもバイブ入れてるから通常戻った後即バイブするんですよ。よっしゃっていうか、後ろに点滅おったからこいつは当たってる可能性もあったっていうわけか、失礼しました。にわかの孫ちゃん、山の男、山の男の孫マリくん、ユニコーン、スペシャルハイパー7回目、7回目に7を揃える演者さん。椅子座ってる人にめちゃくちゃ見られました。
だからシードで何倍だっけ、8万バッチだったっけ、ジャイロさん。俺8万5000バッチぐらい出したらええんか。すいません、調子乗りました。出てこないでください。調子乗ったわ。おっしゃ、謝った謝った、誠心誠意謝ったね。え、2個おったん、やった。しかもこれラソーじゃないんですよ、1個手前が多分リーチかかる。俺さ、謝ったのにさ、こうやって謝ったって調子乗った、まあ、調子乗んなよってなんかぶなぐら掴まれたみたい。首根っこか。お願い、よっしゃ、いったな、これありがとう。グイってもらったね。数字が止まらなければ僕の勝ちなんや。止まるな止まるな数字、あ、止まった、失礼しました。大丈夫、残歩がある。9450発7連ですね。バイブ入れてるから、バイブくれ、バイブー来ない、まだ来ない。点滅ホールドが来て、頼む、お願いお願い、一緒にお願い。うわーと一回ラスト、ラスト書いて追っても勝ちない。うわー、買うわ。なやこれ、なんか順調に設定6みたいな出玉を作っていってますが、3連7連ですね。レバブルアップを抜いて V フラのみの実践をしていきたいと思います。で、 V フラッシュの説明ですが、3000フィーバー当選時の一部で発生いたします。さ、なってないから3000ないわっていうわけじゃなくて、なってなくても3000の場合もございます。発生率アップだけなので。で、発生タイミングとしてはね、バイオフラッシュの確定音とともに大枠がレインボーにフラッシュいたします。で、発生タイミングはお待ちだよね。で、今言ってますけど、まあ、当たらないで説明していきます。で、発生タイミングですが、疑似に疑似3時の3000取ってる時のタイミングでなります。疑似に疑似3ね。で、プラス SP 発展時、SP の開始時の発生タイミングで V フラが鳴ります。ここだけ注目してたらこのカスタムの意味がありますよということですね。ただ V フラが発生しやすくなるよというだけなので、他はもう全部何も関係ないです。2031回転か、決戦です。うー、まあ熱いのも何もなかったんでね、当たりには体の、はぁ、あ、覚醒、ちょっと待って。え、 V フラはなって、この行くときに3000引いてたらなります。で、これだけデフォなので 76%、 これだけの覚醒だけでカスタムなし 76% 期待であります。クパー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 クでございますよ。どう思います皆さん、ここじゃないな、赤か、赤保留、あお、赤保留でございます。ちょうど決戦これですね。31回転、もちろん持ち玉、はい、ごちそうさまです。よっしゃ、いやー、きついお前、緑のまま行っとけよ。じゃあ復活はないでしょ、だって待ってないもん、 V フラ。嘘やろあのユニコーンの場合3000円です、復活は。V フラのしたのに復活の場合はならないってことですね。めちゃくちゃえぐいぞこれえぐいんですけど、これ復活じゃなかったら V フラになってたんですよ、ならんかいすいません、贅沢言いました。行ってきます。新しいガンダムの性能とやらを見せてやりますよ、新しいジャイロ技研の最高手玉ってやつを見せてやりますよ、新しいジャイロ技研の最高グラマーでやる。ダメ、でも俺にはまだおるから、ピーポーおるから、ピーポーカスタムしてるからね、パパパパパパパピーポー、小枯らし吹いてる、パパパパパパパピーポー。で、ここまでユニコーンをノーカスで打ってきた感想なんですけど、俺はマジで打てる、面白い。で、今までカスタムしてたら信頼度とか調べないじゃないですか、もうそこまで調べない、だって先読み来てレバブル来て来たらもうほぼ当たるんですから。ですが
俺これからもしユニコーンを打つことあったらノーカスで打つかな。マジで面白い。やっぱちゃんと足りてたら当たるし、まあ、外れる時もありますよ。でもそれはもう仕方ないし、うん、外れても別に、まあ、今例えばここでバイブ来ても外れても足りひんかったらそりゃそうやわ。例えば金予告ジャイロギケンソンマリです。よおちょっと待ってでもカス入ってないよな。カスタム入ってない入ってない入ってない。 V フラだけっすね。ギジにでも激安やって。おい9割超えます。これ当たりましたね。わからずやー。チャンスアップあるんじゃない。赤とか。あ、やっぱりね当たりましたね。ごちそうさまです。さあいえにゃーん。ないですね。大丈夫です。さあ、うわー、ここでいった。うん、ありがとうねえ、言ったでしょ、ラッシュって。もうここまで来ちゃったか、俺は。皆さん、ありがとうございます。行くよ、やって、いやらしい。ラッシュ確定です。行ってきます。150、2回転。あ、止まった450発か。450発も増えたんや。ありがとう。5や当たりましたね。これ3長いじゃない。4で赤になったら5いくってことか。何言ってるか自分で分からへんけど、とりあえず当たったから許してください皆様。116回転ごちそうさまです。おい、引きやばいぞ今日今日の引きがえげつないそんまりです。いつも見てくださってありがとうございます皆様。僕は非常に嬉しいです。左打ちに戻すんだ。単発でした。覚醒ではないですね。はい、よろしく。これどういう作りになってんや。俺今初めて気づいたけど、おお、仮面かぶとったんかいお前。それは初めてした。しかもなぜか赤い水石。金テロップ。うおっそう、マジごめん。ノーカスの方がマジで面白い。これいや、 V フラは入れてるけども関係ないんですよ。ほんでもうバトル発展時にはもう V フラになってないので3000は絶対ないです。あー 100% ではないですけど。タイトル金くんのマジ。いや、これはさすがにごちそうさまですよ。めっちゃおもろいわカスタムなし。いや、ちょっとごめんなさい、マジで面白い。俺もこれからユニコーン打つときはカスタムなしをします。207回転ですね。マジで面白いわ。で3000は絶対ない。まあ9割ないかな。なので実質 40%、 外れ 40%、ラッシュ 40%、 2V1 です。期待してるで俺は。赤いおちんぼ、おちんぼじゃない、赤いおまんまるちゃん絶対ないから。1、2、3、4、5、6、7で、ここでおーよっしゃー、ありがとう。先言うとこはドン。もうええわこれ。もう復活やな。ありがとう。終了の文字がおかしい。違和感エースや。ほら見てみな、分かってんのおっちゃんは。違和感、こ違和感見つけてこそが真の演者や。今のね、ラッシュじゃなかったらね坊主にしてましたよ。でもラッシュやから坊主にはしません。ありがとう。これは先読みが入ってないもんなので別に発展しても別にいいよ。来るか。来いや。じゃあはい、ビビったビビったビビちゃビビちゃフロンタルビ。もう来すぎじゃない。え、ちょっと待って。先読み切ろうやっぱりでもこれ多分先読み切ってる方やで俺。36回転もうえっちゅうにこれもう嫌だ
誰やねんお前は。何の権利があって通さないようにしてるんだよ。バナッチバナッチで、もっぱつバナッチバナッチ、やべ、もうえってやめてや。これバナッチなら俺は期待してるよ。おもんな。え、ちょっと待って、即落ち、単即落ちなんや。やった、へえ。これがこの世の果て。ボタン連打、これ右打ちおもんないな。連打、ここから押す、一気にいけ。にゃんだ、もうやったんこいつ、ブサイク、ブス金髪ですわ、ブス金髪。はい、ブス金髪、さよなら。え、あれ、どのも、え、よっしゃ、あっぶねえ、あっぶねえ。すいません、ブス金髪とか言って、ありがとうございました。そんなおしゃれポイントか、よっしゃ、気持ちいい。気持ちいいっす。ああ、外れたと思った、マジで。ありますよ、自信しかないです。外れたら坊主にしますわ。ありがとうございます。あー、たのちユニコーン、たのちたのち、あー、かわいい顔、七色の顔、かわいい、こんなこと付き合いたい。それでもさん、はい、それでもさん、ありがとうさん。最高やん、最高やん。か、迷惑かけてすいません、迷惑かけて、もんまにすいませんでした。あのね、右先を見れるのは僕何も思わないですよ。だって自分の大切なお金を使って自分の力で勝ち取って、そこでカスタムをどうしようと僕は人の勝手だと思うんで、通常時もそうやけどね、まあ通常時もそうやけど、ごめん、これ見える、見えへんか、ちょ、ランブル、うわー、やっばー。これさ、ザンゴにおったのに告知しない、おもろすぎるわ。ザンゴにいるのにあえて告知しなせずにね、大当たりをくれるこのスペシャルユニコーン、え、スペシャルユニコーンハイパー、え、ユニコーンハイパー、ごめんなさい、もう行ってて、で、関節視野で前、うわっしょ、オッケー。そうなんです、だから画面見るのもいいけど、ここが一瞬ペカっただけでジャグラー越えですから、ここ見ないと誰が画面見とくねんて。いやー、最高ちょーん。で、今2万発いきそうです、なのであと6万発か。でも6万発でジャイロさんに並ぶぐらいかな。グーッとならないからダメですね。はい、ああ、でも 9.4% 期待度あります。あ、ちょっと待って、あ、叫びオンにしてるのか、切りました。で、もう変動回1時に当たったらなるんじゃない、当たってたら。あー、ダメですね、死にましたね。なんじゃこれ、あー、またあれですね、9435発、十分です、すいませんでした。文句じゃないですか、僕は文句言ってないです。これさ、行った瞬間1回転目当たってるなったらぶっ飛ぶんやけど、で、チャンスもないんよな、今日1回もザンホに。なんかね、ゾーンの煽りとかあんのよ、いつも。うわ、6つ。パチンコには夢があるんです。一玉が10万円に化けるかもしれない。次はあなたの、あ、次、あ、次だから、これがパチンコってやつ、わかる？
あの流れで瞬発なわけがないんだって。流れをつかめないからみんな負ける。俺負けてるな。で今つながりつかんでるでしょ。手も出ししないよ。これ来たから。